ガリシア州内の位置、ゴメ線では、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテーラーでセラノーバに属する。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は914人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.45%。ゴメ線では、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカダテーラーでセラノーバに属する。北はアルノヤ、 カルテージェ、東はラミラス、南はキンテイラーデレーラード、西はポンテデーバ、コルテガーダの各自治体と隣接、自治体中心地区はポーロ教区のソブラード地区。ゴメセンはセラノーバ司法管轄区に属す。住民は6の教区の68の地区に居住する。ゴメセンという地名はゲルマン語起源であるとされる。中世を通じて、 セラノーバ修道院がサン・ローレンソ・デフスタン教区の管轄権を有していた。そして、残りの教区は王家の領主権下にあったが、アホンソ旧姓によって1214年にオーレンセのカテドラルのサン・ミゲルデコメセ線で領地に寄進された。後に、これらの土地のいくつかは、属性の貴族の手に戻った。自治体内を、ポンテベドラとセラノーバを結ぶ街道が通っており、 この道を通ってアルノイアからリベーロワインが船積みされていた。自治体市長はガリシア国民党のプーラ・ロドリゲス・アルバレス。自治体表議員はガリシア国民党 5MDG2 となっている。5目線では6の教区に分けられている。ふとじは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。